トゥルナと複合体を形成した細菌のリボヌクレス P ホロ酵素の結晶構造。触媒に関与する金属イオンが桃色の玉で示されている。391R リボヌクレアーゼ P は RNA を切断するリボヌクレアーゼの一種である。リボヌクレス P はリボザイムであるという点で他のリボヌクレアーゼとは異なり独特である。 リボヌクレス P の機能はトゥルな分子から余分な線具体配列を切除することである。リボヌクレス P は自然界に存在する複数回の反応を行うことのできる2種類の基地のリボザイムのうちの一つである。リボヌクレス P などのリボザイムの発見により、シドニー・アルトマンとトーマス・チェックは1989年にノーベル科学賞を受賞した。1970年代、 アルトマンは隣接配列を持ったトゥルナ線部体が存在すること、リボヌクレス P がその配列の除去を行うことを発見した。また、近年、リボヌクレス P の新たな機能も明らかにされている。人の核内のリボヌクレス P は、トゥルナ、ゴエスルナ、SRPRNA、ユーロクスナルナなど、 様々な低分子、ノンコーディング RNA の正常で効率的な転写に必要である。これらの RNA の転写は、人細胞における3つの主要な RNA ポリメラーゼのうちの1つである RNA ポリメラーゼ3によって行われる。最近のリボヌクレス P は M1RNA と呼ばれる RNA 差と C5 タンパク質と呼ばれる。 ポリペプチドさの二つの構成要素からなる。インビボでリボザイムとして適切に機能するためには双方の構成要素が必要であるが、インビトロでは M1RNA のみで触媒として機能することができる。C5 タンパク質の主要な役割は、機質との結合親和性と M1RNA の触媒速度を増加させることであり、おそらく活性分への金属イオンの親和性の 工場を担っていると考えられる。トゥルナを結合した、最近、リボヌクレス、P ホロコ素ソの結晶構造が近年解かれ、同軸的スタッキングをした大きなヘリカルドメインがトゥルナ戦具体を形状に基づいて認識していることが示された。この結晶構造は、気質認識と触媒に関する初期のモデルを裏付け、活性部位の位置を特定し、タンパク質構成要素が どのようにリボヌクレス P の機能を向上させているのかを明らかにした。古細菌ではリボヌクレス P は RNA と4 5個のタンパク質サブユニットからなるリボヌクレオタンパク質である。インビトロでの再構成実験によりトゥルナのプロセッシングに関しては個々のタンパク質サブユニットは必須ではなく本質的には RNA 構成要素によって媒介されていることが明らかにされた。 コサイキンのリボヌクレス P のタンパク質サブユニットの構造は X 線結晶構造解析と NMR によって解かれており、機能の基礎となる新たなタンパク質ドメインとそのフォールディングが明らかにされている。比較ゲノミクスと計算科学的手法の改善により、タイプ T と呼ばれる極端に最小化されたリボヌクレス P の RNA がピュロバクルム属、コールディバーが属、 バルカナイズタ族を含む、クレンコ細菌のテルモプロテウス化のすべての完全ゲノム中に発見された。これらは全て従来型の触媒ドメインを放置していたが、はっきりとした特異性ドメインは見られなかった。RNA のみによるトゥルナのゴプロセッシング活性は実験的に確認されている。ピュロバクルム族とコールディバーガ族のリボネクレスピーの RNA は、これまでに、自然界で発見されたトランスに作用するリボザイムの中で最小のものである。これらの RNA における、特異性ドメインの創出は、機質特異性に変化が生じている、可能性を示唆している。近年、ナノアルケウムエキトンズと呼ばれる、古細菌は、リボヌクレス P を持っていないという主張がなされている。計算科学的、実験的研究からは、 リボヌクレス P の存在を示す証拠は得られていない。この生物では、トゥルナのプロモーターは、トゥルナ遺伝子に近接して存在し、転写はトゥルナの最初の延期から開始され、そのためリボヌクレス P による除去の必要がないと考えられている。人や酵母のような真核生物では、ほとんどのリボヌクレス P は、細菌のものと構造的に類似した。 RNA さと90種類の結合タンパク質から構成される。これらのタンパク質サブユニットのうちの5つは、コサイ細菌のサブユニットと相同である。リボヌクレスのタンパク質サブユニットは、各固定でリボソーム RNA のプロセッシングに関与する、触媒性リボヌクレオタンパク質のリボヌクレス、MRP と共通である。新核生物のリボヌクレス P がリボザイムであることは、 近年になって示された。新核生物のリボヌクレス P に多数存在するタンパク質サブユニットはトゥルナのノプロセッシングにはわずかな器用しかしていないが一方で遺伝子の転写や細胞周期といったリボヌクレス P やリボヌクレス MRP が有する他の生物学的機能には必須のようである。高等動物や植物のミトコンドリア、葉緑体や色素体は 最近に期限を有するにもかかわらず、RNA を基盤とするリボヌクレス P を持っていないようである。人のミトコンドリアのリボヌクレス P は、タンパク質であり、RNA を含まないことが示されている。高連層の葉緑体のリボヌクレス P に関しても、RNA サブユニットなしで機能することが示されている。現在、リボヌクレス P は、単純、ヘルペスウイルス。 サイトメガロウイルス、インフルエンザや他の呼吸器感染症、人免疫不全ウイルス、PCRA ビール融合遺伝子によるガンなどの疾患に対する治療法としての研究が行われている。リボノクレスピーを利用した治療には、エクスターナルガイド、シークエンスと呼ばれるガイド配列が利用される。X は標的ウイルスや、ガン遺伝子のメッセンジャー RNA に対しを補的で、 トゥルナの T ループとアクセプターステムを模倣する構造を持つよう設計される。このような構造を持つ X はリボヌクレス P によって認識され、標的メッセンジャー RNA は切断される。X を用いた治療は、マウス培養細胞と生体で有効性が示されている。ありがとうございます。